どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。台風すごい来とるな。今年は、なんか台風多い気がするよね。ルートも、曖昧な感じのものも多いんよな。どっち行くん？ってなる、台風ばっかや。この3連休は、雨のところも多いみたいだから、お出かけの際は、皆さん、傘を忘れずに。なんで3連休に台風なんや、悲しい。そんなわけで、今日のレビューはこちら、ワンピース、フィルム、Z だよ。ワンピースの映画としては、12作品目の作品やな。この作品、前作に引き続き、原作者の尾田栄一郎さんがプロデュースしてて、なおかつ、脚本家は、フジテレビのドラマなどでおなじみの、鈴木おさむ氏。すごいコンビやな。オープニングテーマは、中田康隆氏が手掛けてたり、かなり豪華なメンツで作られてるんだ。前作あたりから、ワンピース映画にかかってる、お金も多くなってきたような印象やな。うん、ワンピースも、長い放送期間やってる作品で、そのせいもあって、いわゆる視聴者層が拡大してきたんだ。子供の頃、ワンピースを見てきた人も、10年。20年ですっかり大人になっちゃいますからね。ワンピースの映画はかつては子供向けの雰囲気あふれる作品が多くて、ギャグ多めでコミカルにストーリーが展開してっていう感じの作品もあったんだけど、この作品は視聴者層の変化と拡大があったからこそ生まれた作品と言えるかもしれないんだ。どういうこと？一言で言えば大人のワンピース映画なんだ。ビターなんやな。物語冒頭から本作品のオリジナルキャラクターであり、ルフィたちの敵である元海軍大将 Z が高らかに歌っているんだ。今やっとるワンピース映画みたいやな。 Z を演じてるのが大塚芳忠さんということもあって、大塚芳忠さんの美声を冒頭から味わえる豪華な始まり方なんだ。すごい、敵役は大塚芳忠さんが演じとるんか。これだけで豪華な感じするな。そんな Z の戦いを冒頭から見せまくってるんだ。ムキムキの体格、紫の髪、黒いサングラス、そして右腕には巨大な武器を装備してる。インパクトがすごい。キザルと互角に戦うほどの Z。 そんな Z をキザルや Z の仲間は先生と呼ぶんだ。なんで先生なん？そんな Z がルフィたちと出会うところから物語が始まる。 Z は海賊を憎んでるんだ。ルフィたちと相性最悪やん。うん、たとえルフィたちが自分を助けてくれた存在であっても、 Z にとっては海賊である限り誰であろうと敵なんだ。そこまで海賊を恨んどるんか。彼は海楼石の武器をウワンにつけ、ネオ海軍を名乗り海賊を滅するために戦ってる。彼には彼なりの正義と信念があるんだ。正義と信念？彼はかつては正義を信じ、海軍に入り、己の信念のもと、正義を貫こうとした。たとえ、海賊に家族を殺されようと、海軍を信じ、働いてきた。今回、海軍が重要な感じなんやな。でも、海軍の裏切りとも言える行為が、彼の正義と信念にそぐわなかった。それゆえに、彼は、自らネオ海軍を立ち上げ、海賊そのものの存在をなくそうとしてるんだ。特定の海賊やなく、海賊そのものを。彼の目的はシンプルなんだ。海賊という存在そのものが憎い。全ての海賊を滅びしたい。だからこそ、新世界の海、そのものをなくそうとしてる。海賊も海がなければ、ただの人ってことですか？すごい極論やな。Z のバックボーン、過去も丁寧に描かれてるんだ。彼の過去がきちんと描かれてるからこそ、見ている側に、彼が、決して純粋な悪ではなく、彼なりの正義と信念があるからこその行動だと納得できるんだ。完全懲悪とは言い切れへんのやな。確かに今までのワンピース映画とは、ちょっとちゃう感じや。Z の仲間のインパクトもあるんだ。キャラクターのインパクトというよりは、悪魔の身の能力がえぐい。えぐい？彼女は、もどもどの身の能力者なんだ。何それ？使うと、10秒前の状態に戻っちゃうとか？いや、10秒どころか、12年間対象の時間が巻き戻る。え？その能力のせいで、ナミは8歳に、ロビンは18歳になってしまうんだ。エッグ、強制的に若返っちゃうんか。ん？というか、ロビンは、ちょっとお得なのでは？ちなみに、この状態でもう一度波が、もどもどの身の能力を食らうと、存在が消える。N すぎるやろ。どんな人でも8回くらい、触れば殺せちゃうやん。もう一人の敵キャラのインパクトは、そんなにないんだけど、今、話題の香川照之さんが演じてるから、今見ると、逆にインパクトがあるね。テルやっちまいましたね。いい役者さんやったのに。海楼石の武器を持つ Z、もどもどの身の能力者、こんな敵にどうやって勝つのか、と思わせる圧倒的な存在感があるんだ。強敵感すさまじいな。ワンピース映画といえば、テンプレ展開として、1回は敵キャラに負けるんだけど、2回目のリベンジマッチで勝利するって展開があるんだ。はいはい、ここまでのワンピース映画は、8割方そのパターンやな。だけど、今回は、1度どころか2度も負ける。なんやと。1度目は、海楼石の武器や、もどもどの身の能力に苦戦させられて敗退。2度目は、純粋に力負けして麦わら帽子まで奪われてしまうんだ。すごい強敵やな。2度も負けてしまう敵にルフィはどう勝つのか。ワンピース映画らしいシンプルな展開なんだけど、 Z のキャラクターが立ってるからこそ、このシンプルな展開が燃える。ストレートな作品なんやな。ルフィが戦う理由もすごくシンプルなんだよ。かつてのワンピース映画は子供のためとか仲間のためとか色々と理由はあったんだけど、今回は
自分自身のために戦ってる。え？お前を倒せない俺じゃ海賊王にすらなれないんだ。ルフィの身勝手なわがままなんだ。Z に負けた自分が嫌だ。帽子を取られたのが嫌だ。このままじゃ海賊王にすらなれない自分が嫌だ。王シンプルや。Z もわがままなんだ。自分自身の目的のために多くの人を巻き込もうとしてる。少年の夢と願望、大人の夢と願望のぶつかり合いと言ってもいい。ただただ倒したいから倒すって感じなんやな。少年のキャラも出てくるんだ。海賊に海軍に、どっちが悪で正義なのかは少年にはわからない。漠然とかっこいいから憧れてる。その気持ちはなんとなくわかります。そんな少年にルフィは言い放つんだ。海賊は正義じゃねえぞ、好きにやるのが一番だ。おお、なんかかっこいいわ。3度目の戦い、リベンジマッチはガチなんだよ。子供が泣くかもしれないくらいの戦闘シーンが描かれてる。グロいんか。シンプルな殴り合いなんだ。 Z は悪魔の身の能力者じゃない。回廊石の武器で触れることで悪魔の身の能力を無効化できる。そんな武器だからこそ接近しないといけない。なるほど、だから殴り合いなにやな。拳と拳で語り合うんだ。自らの夢や願望をただただ二人の男がぶつけ合う。終盤には回廊石の武器が壊れちゃうんだけど、そんな状態であえてルフィは悪魔の身の能力を使わない。え、ギアサードやギアセカンド、この頃のルフィは当然使えるんだけど、終盤の戦いでは使わないんだ。なんで？対等な立場でズルは一切なしで戦うんだ。互いに使える武装色の覇気を身にまとい、ただただひたすら殴り合う。エッグ、力いっぱい握りしめた拳を渾身の力で相手の顔や腹にひたすら叩き込む。壮絶なまでの殴り合いは思わず見入っちゃうんだよね。泥臭い戦闘シーンなんやな。終盤の戦闘シーンはワンピースというよりも明日のジョーの方が近いくらいなんだよ。キャラの顔のアップとキャラクター動きを描写するシーンを使い分け、メリハリのある迫力のある戦闘シーンを描写してる。ちょっと見たくなってきたわ。そんな殴り合いの末に Z の気持ちが変わるんだ。純粋なルフィの気持ちと少年の夢に汚れ疲れた Z の心が救われたと言ってもいい。強敵と書いて友みたいな感じの展開なんやな。でもラストはハッピーエンドとは言えないんだ。え、この世界のワンピースの世界の中で生まれた悲劇が Z という存在を生み出し、そんな男が友を逃がすために命を懸ける。一体何が。それはぜひ本編をお確かめください。気になる。ラストの演出もいいんだよね。あえて Z の最後や末路、決定的なシーンを映さずにタイトルロゴがデカデカと映し出される。一本の映画としての満足感と余韻がすごく残るんだ。すごい名作感ある作品やな。欠点というか気になるのはもどもどの身の能力かな。チート能力やな。この能力はナミやロビンやチョッパーの普段は見れない映画だからこその姿を描くためのファンサービス要素でもあるんだけど、チートすぎるが故に扱いに困っちゃったんだろうね。3、4回触れればメインキャラ殺せるしな。その能力の割にはあっさりとやられちゃうし、仲間たちの活躍も描かれてるとはいえがっつりとした感じではない。なるほど、そのあたりに物足りなさを感じるかもしれへんと。個人的には波が元の姿に戻った時はがっかりしたよ。8歳の波があまりにも可愛すぎて。ロビンちゃんは18歳のままの方がお得やしな。海軍のキャラクターもかなり出るし、そういった意味でのファンサービスも多い作品なんだ。でも基本は男のむさ苦しい映画と言えるかもしれない。汗臭そう。ではまた次回。じゃん。